公開が始まったパナマ文書一体何が書かれなぜ流出したのか史上最大のリークその内幕に迫る日本時間の10日午前3時 ICIJ= 国際調査報道ジャーナリスト連合のウェブサイトでパナマ文書に登場する21万余りの法人とその株主役員となっている企業や個人の名前と住所が公表されました パナマの法律事務所モサックフォンセカから流出した内部情報パナマ文書により各国の閣僚や富裕層大企業が法の目をかいくぐり納税を逃れている実態が徐々に明らかになりつつありますこのパナマ文書報道を牽引しているのは icij 国際調査報道ジャーナリスト連合ですおよそ80カ国 400人以上のジャーナリストが国や報道機関の枠を超えて ICIJ に協力し1150万通にも上る膨大な書類の分析に取り組んでいますそこで今夜は ICIJ と提携しいち早くパナマ文書取材に取り組んできた 朝日新聞と共同通信の記者を招き、史上最大のリークとも言われるパナマ文書に一体何が書かれ、どのように流出したのか、またどのような検証作業が進められているのか、その舞台裏を語っていただきます。はい パナンバ文章については番組で一度やってますね。はい。タックスヘイブンの問題について取り上げました。うん、取り上げました。その時にはですね、タックスヘイブンのそもそもの問題、法的な問題、はい、倫理的な問題やりましたね。うん、それを回避するためにグローバルタックスということで、世界同時課税の可能性とか、うん、そうしたことも今後の課題として議論をしました。はいはい、今回はですね、税制の話というよりは、あの、文章の一部が公開されたということもあってですね、うん、報道の側面、メディアの裏側で、舞台裏で、一体どういったことが行われていたのか、はい、そちらの 今日は迫っていきたいと思います。はい、このパナマ文章の流出の真相、そして取材の裏側についてですね。実際に取材に当たっている記者の方に話を伺いましょう。えーはい、メッセージをお待ちしています。パナマ文章についての疑問質問、また。えー 今夜お迎えしているお二方がどういう取材しているのかなどについての質問もお寄せいただきたいと思います。宛先メールの方 s s 九五四アットマーク t b s ドット c o ドット j p ファックスは零三五五六二九五四零です。では今夜のゲストをご紹介しましょう。まず朝日新聞編集委員の奥山俊弘さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。はい奥山さんですが三年前ですねセッション番組スタート当初、えー、福島原発事故について取り上げた。 メインセッション以来2度目のご出演になります改めてプロフィールをご紹介しましょう奥山敏博さんは1966年岡山県のご出身です1989年朝日新聞に入社なさって水戸支社東京社会部などを経て現在は特別報道部に所属編集委員も務められています、はい、そしてもう一方デイリーニュースセッションでもご出演いただきました共同通信の津村忠さんです よよろろししししくくおお願願いいいたまますす津村さんは1979年鹿児島県のご出身です東京大学を卒業し2003年共同通信社に入社後は横浜支局政治部などを経て回イロ支局で3年間中東を取材現在は本社特別報道室に所属なさっていますはい というわけで、この ICIJ がですね、えー、このパナマ文書の報道を牽引しています。国際調査報道ジャーナリスト連合というえ団体なんですけれども、はい、この団体に日本で朝日新聞と共同通信が参加しているということなんですけれども、まず奥山さん、あの朝日新聞はこういったあの取り組みどういった経緯で参加しているんですかはい。 私は5年前から ICIJ のメンバーになっています、はい、あの会員の、はい、メンバーになっていますうん、うん、そして4年前から朝日新聞社として ICIJ とパートナーシップを組んで、一緒に仕事をやっていきましょうと,ということをあの合意しております、はい、あ奥山さん、個人の方が先だったんですか。はいい、あのー、のこの4年間いくつか ICIJ と一緒に原稿を出してきています、はい、タクセーブについても4年前から取材をしてきております今回のパナマ文書ということについて申し上げますと、はいえー、今年の1月にまあ、話を、えー、いただきました新しいプロジェクトがあるんだと興味はありますかというあのメールをいただきました、はい、それであのー、電話で話をしたりして で参加することにしましまた 1>,、うん、なるほど1月からずっと動いていてこのタイミングでいろいろ報道が続いているとということになるわけですねあの1月に最初の話を、まあ、ICIJ の副事務局長、ま、マリナさんという女性なんですけれども、はい、から聞いた時点でもう4月3日、えー、日本時間では4日に、えー、その報道を始めようという、まあ、あのエンバーゴとか解禁日というふうに、まあ、業界では呼び名をしているんですけれどもそれがすでに決まっていました。うんなるほど 津村さん、あの共同通信の方はどういった経緯で参加していたんでしょうか。はいはい、共同通信はですね、あの朝日さんより遅れたの、今回のパナマ文書の取材班に加わる。はい はないかという、まあ、あの呼びかけを受けて、わ<ー>、まあ、が社は共同通信特別報道室というところで調査報道をあのやってきたということもあり、うんまあ、声をかけていただきあの、今回から参加することになりました、うん、なるほど参加するときの基準みたいなものって、基準っていうと、たまたま選ばれたということになるんですか、それとも朝日、あの複数の例えば日本の社が必要だということになるんでしょうかね。それについてはあの先週たまたまま ICIJ のジェラード・ライルさんという事務局長、はい、ディレクターをやっている人がいるんですけれども、彼にインタビューする機会がありまして、はい、その時に、ついでに、えー、どういう、まあ、基準でパートナーを選んでおられるんですかということを質問いたしました。はいであの 今、その時のインタビューの一問一答は、朝日新聞デジタルの英語のサイトの方に全文を載せておりますので、ご、はい、興味のある方は見ていただければと思うんですけれども、えー、ちょっと今、記憶ベースでしゃべるので、もしかしたらちょっと若干間違ってるかもしれませんけれども、その時に彼が言ってたのは、まあ、知ってる人を選ぶと、<う>あと、今で一緒に仕事をしてきたことがある人を優先すると。はい、あ,あと、まあ、例えば 晩ご飯ディナーを一緒にするというときに呼びたいような人を選びたいと<ー>そういう趣旨のことを、あのー、ア,ーシアジア人の人は言ってましたうんじゃあ基本的には何でしょう,こう、まあ、顔が割れている人というか、あのーまあ、人のコネクションをたどっていきながら繋がっていく緩やかにつながっていくという,ような形であの参加したいで手を挙げれば入れるというものではないわけですね。あのーそう だと思いますあのもちろん参加したいですという場合は、まあ、会いに行ってお互いに話をして、はい、で顔を知り合って、はい、でその次に、まあ、あの実際にどうしましょうかという話になるんだろうと思いますけれども、はいうん、もしそういう場合があるんだったら、はい、ではです、ね、今回の,そのパナマ文書なんですけれども岡山さんあの、パナマ文書そのものはどういった経緯でリークされたものなのか1年余り前のことだと聞いております。えー それおととしの暮れだったという説もあるし、はい、去年の2月だったという報道もありますしその最初に情報源と接触をした南ドイツ新聞の、えー、バスティアン・オーバーマイヤーさんという記者なんですけれども。はいはい、彼が、まあ、あのその最初の 匿名の情報源の人とやり取りをした、でいつだったんですかとどうしても知りたい記者だから知りたいのでうん、うん、本人に直接聞いたんですけれども、そこは情報源への配慮で、えー、秘密にしてますという話でした、<ー>ですので、いつが初っ端だったのかということについては、えー、あまり今、諸説あって <laughs> はっきりしていないんですけれども、オあバのマイマや記者が言うには、1年余り前というふうに言ってます、なるほどその時にデータを持ってますと。 うん、関心ありますかという。ある連絡手段を介して、この連絡手段も秘密にしているそうなんですけれども。あ,<ー>ある連絡手段を介して、問いかけがあったそうです。はい、というこはい。で、データ持ってます。関心ありますかという問いかけがあった。はい,はい。で。関心ありますという返事をしたそうです。うんうん、で。そうする中で、いろいろとやり取りをしていく中で。はい。えー。 情報をあの少しずつファイルをが送られてきたと、うんえ、どういう方法でファイルが実際にそのやり取りされたかということについても、はいえー、秘密にされています、うんまあ、いろんな方法がそのあるそうですね、電子的なデータをやり取りする方法としては。今回データ量膨大ですからね あのこれをただ、特定してどんな方法でデータをやり取りしたかということを、まあ、特定すると、それだけで、まあえー、調べたい人が調べるそのきっかけを与えてしまうので、秘密にしてるんだというふうに理解してますけれども、えーえー、その方法はあの秘密にされています、あのその情報源、匿名の,、えー、の人物なんですけれども。はいあのー 実際にオバマや記者は会ったことはないということなので、いわゆる手渡しではないということは、はいまあ、ないということは言えるんだろうと思います何のかしらのデジタル的なやりくりか、郵送かと、はい、ということになるんですね、はい、彼は、その情報源の人は、私はジョン・ドゥーですと。 あのいうふうに名乗ったそうです、はい、ジョン・ドゥというのは、まあ、日本語で言うと七し、まあのゴンベイといいますか、うん、まあジョンというのはよくある名前、まあ、日本で太郎さんみたいな一郎、はい、さんみたいな名前、でドゥというのは七し、まあのという,ふうなニュアンスのあの言葉なんですけどみたいな私はジョン・ドゥですというふうに、まあ、あのそういう問いかけがあったそうです。うん、なるほど そうやった問いかけから、まあ、南ドイツ新聞にまず持ち込まれてその南ドイツ新聞は一社だけ取り扱うのではなくて ICIJ に提供したというか共有したとということになるわけですか、はいはい、アシア J とオーバーマイア記者南ドイツ新聞はちょうど私ども朝日新聞がアシア J と一緒にこの4年間やってきたのとほぼ同じぐらい前から一緒に仕事をしてきています。でその中で タクスヘイブンの問題というのを実は何度か扱ってきています、朝日新聞の紙面でも何度か、実は ICRJ の提携した原稿だということで、原稿を書いてきています、はい2010まあ、ちょうど3年前、ちょうどこの番組に出,て出た前後だったと思うんですけれども、えー、に一度、大きく朝日新聞でも社会面のに大きく記事を載せたり、えその後も何度か、そのタクスヘイブンの問題、ICRJ と一緒にやってきています。で南の新聞もその えー、取材プロジェクト報道プロジェクトにのメンバーの一人でした、一つでした、はい、オーバーマイア記者ともその、えー、会議で一度、おととしにブリュッセルで会ったことはありますけれども、えー、そういう、まあ、一緒に仕事をしてきたという関係があったからなんだと思うんですけれども、うん、アジア自衛を介して、この大量の。 電子ファイルを世界の記者と共有して一緒にシェアして一緒に仕事をすれば、うん、もっともっと南道新聞だけで取材をしていくよりも、うん、もっともっといろんなことがわかるんじゃないかというふうに考えたんだと思いますそれは正解だと思います、うん、ただまあそれだけ多くの人と共有するとどうしてもその情報が漏れたりだとか、うんそ,うね、そういうリスクというのは必然的に高まってくるというのも事実なんだとは思うだからそういうリスクについては彼は相当まあ悩んだ だとは思うんですけれども、結果的にはほとんど情報漏れはなかほとんどというか全くなかったわけで、それについて彼は最近のインタビューの中でまあ奇跡だったというふうに言ってたようですけれども、えーはい。しかし、やっぱりそれだけあのたくさんの国が今回関わっていた情報が載っているリークということになるので、やっぱりそれぞれの国のメディアが自国のメディアの企業や政治家についてしっかり調べるというのがやっぱりベストな方法ではありましたよね。そうですね。アジア J のあの人が言ってましたけれども。 その腐敗とかあるいはまあマフィアであるとかそういうのはまあその基本的にローカルな話ローカルというととちょっと言葉悪いんですけれどもその地域,地域のまあ特有の問題であることが多いとその地域にいる人でなければこれがな問題だとかこういう人はこういうところとつながっているということがなかなかその分かりづらいという面というのはあるんだろうと思います。うんうん、そうですね、はい やっぱりその土地のものに任せるというのが一番わかりやすい対応ということになるわけですよね、こうしたその取材の中で ICIJ からデータを提供された、岡山さん、そのデータをその受け取ったときにどういうふうな分担として各例えば日本の記者なんかはリサーチをしたり、あるいはその何でしょう取材の範囲を決めたりされたりするんでしょうかまず、日本にじゅの住所に結びついている人。 で今回データの流出元になっているパナマの法律事務所のモサック・ホンセカという事務所から流出しているわけですけれども、はい、そこのデータの中でその日本の住所と結びついている人や法人の名前について、コンピューターで機械的に抽出して、それをエクセルのリストに ICIJ の方でしてくれていました、うん、それ国ごとに、うん、そういうリストを作っていたわけですけれども、はいえー、そのリストを ままず見ました日本関係だとまあ400人ぐらいの人や法人の名前が載っていました<ー>知っている人知っている会社の名前はないかなということで。 ざっと見渡しましまた、うん、なるほどそういったまず国別にあ,のある程度仕分けされたような仕方でデータベースが構築されてあのデータベース自体はですね国別ではなくて、すべ、はい、てのデータがデータベースになってますデーータベースはその手がかりとするために、先ほど住所だけでりあの抽出したエクセルのファイルがあって、あ<ー>インデックスみたいな。はいまさにのファイルにうん、うん 住所と名前がアルファベットですあのローマ字ですけれどもリストになってます。はい、で、それが一つの手がかりではあります。うん、ただ、まあ日本人であっても香港に住所を置いてる人なんかがいますので、えー、そういうのはそのリストには出てこない。だか日本人はすべてそこに出てるわけではないんですけれども、はいはい、所在地別ですからね。えーはい、あのデータベースそのものはすべてが載ってますので、うん、データベースでその 検索すれば例えば香港に住んでいる人であってもデータベースでその人の名前を検索すれば出てきますもちろんそのエクセルファイルで日本の住所と関連付けられている人とか会社の名前で検索すればも,もちろんあのそのひ人や会社に関連するさまざまなファイルがあの出てきますリストとして表示されて、えー、クリックすればダウンロードもできるという状態ですそれはメンバーがということですかの、はい、の今回の あの報道パナマ文書の報道プロジェクトのパートナーになっている報道機関の、その特定の記者にはということです、ね、なるほど、データの量としてはどれぐらいの量なんでしょうかえっとファイルで、全部電子ファイルになってまして、えー、それが1150万件というふうに聞いてます、うん、データの量としては2.6テラバイト。テラバイト DVD でまあ、600枚ぐらいになるんだろうというふうに非常に大量の文章ということになるわけですよね、はい、その文章を最初にあの、まあ、ご覧になったときに、奥山さんはどういうふうにものすごく、まあ、たくさんあ,あるん、ある、あって、そして、各文書そのものは。 セカという法律事務所の中で日常的に日々やり取りされている電子メールだとか書類だとかそういう類なのでそれそのものがその見て何か興味深いとかこれはニュースだとか思えるものがパッと目に入ってくるというものではないまあこれをあのこの中から記事になるような話を見出していって そしてそれをまあ裏付けをしていくというのは相当大変な作業になるなという,う。 いう,ふうに思いました、うん、なるほど津村さんはそのデータに触れたとき、どういうふうにお感じになりましたか、はい、そうですね、やっぱり岡山さんもおっしゃってるように、ほん非常にまあ膨大、まあ、1150万通ですから、まあ、1日1000通読んだとしても、30年以上かかるぐらい、膨大な、はい、<laughs> 量というので、しかもその、まあ、全部英語で書かれているものですから、うん、まあ例えば日本人の名前だろうと思われるような、あのー、ローマ字ので、この人、有名人と同姓同名、えー、だから調べて 見る価値があるんじゃないかと思っていろいろ調べていっても実は感じの,の違うような全くの別人だったというケー空振りに終わったりすることもまあ多いというのでまあこれは非常に労力のかかるえまさに各国の報道機関で力を合わせてやる価値のあるデータなんじゃないかと感じました、うん、そうした中でまず津村さんがじゃあ自分はどうしようとかあるいはそのまあ通信社としてどういう対応をしようかとかそうしたプロセスはどういうふうに決められたんですか それはですねあの、まあ、特別報道室という、まあ、部署でチーム全体となって、まあ、基本的にはやっぱり日本に関係したもの、われわれ、先ほど岡山さんもおっしゃってたみたいに、日本の地元のメディアなので、日本に関するものを中心に調べていこうというので、うん、えまず、その目星いものといったらあれですけれど、はい、あのそれをまず見つけて。えー で本当にこれはあのー、例えば誰もが知る企業であるとか、誰もが知っている人だということがはっきりしてきたところで、えー、まあその資料を、あのー、読み込んでいって、えー、それを整理して、整理した上で当事者に話を聞きに行くと、えー、でそれをまた整理して、えー、原稿にまとめるという、そういう作業の繰り返しをまあ分担してやっていくということ。 ね、今はもうパナマ文書のある種、対策チームみたいな仕方に事実上、その部署がなっているこのパナマ文書の,の信頼性というのは奥山さん、まずどういうふうにあのお感じになりましたかあの信頼できると思いました、うん、ただし、まあ、文書のみに依拠して文書のみに頼って記事を出すということは日本の新聞社では基本的にやらないと。 というのが通例といいますかそういう方針になっていますので、えー、あの全部裏付けを記事にする場合は全て裏付けを当事者に取っていこうという方針でやっています。でそういういい中でもほぼあの文章の、まあ、なんと言いますかその 確からしさと言いますか、えー、それは当事者の人たち話を聞いてても裏付けられていると、あのそれが全く文書が誰かがでっち上げた、全くの架空のものだったというケースは、えーまあ、たくさん取材しましたけれども、えー、一見もなかったので、文書そのものは相当信頼できると思ってますそうした中で、今回、公人名と個人名が公開されたものなわけですよね、これは元の文書にはもっと膨大な情報が載っているということになるわけですか 今回、昨日の午前3時15分ぐらいにアシア J のデータベースに、まあ、データを付け加えるという形で公開されましたのはタックスヘーブにある法人の名前とそれの株主や役員の名前、住所といった情報です。えーでそれ ご質問何でしたっけあとそれ以外の文章というのはい、いその通りです、うんあの、公開されたのはごくごく一部で、えー、一部といいますか、その名前だけですので、基本的には、うんうん、それ以外、私どもデータベースで見ている情報というのは、例えばそのパスポートのスキャンした画像であるとか、えー、あるいは会社を設立した、その設立の申請書類であるとか。 あるいは会社の定管日本で言えば定款、あの会社の基本的なそのルールを決めたようなあの文書であるとか、いろんなものがありまして、<ー>その一番多いのはまあメールなんですけれども、えー、模索本世界の中で交わされている、あるいは模索本世界に外の人から、えー、問い合わせが来たようなメールであるとか、うん、そういうのがまあ多いんですけれども。パスポートの画像ということは、その画像形式のファイルも、はい、たくさんあります。そのの中ににに含まれてている、はいいそういうものにつはは基本的には 公開しないといとうののがアシアシア方針です、うん、もちろん、あの個別のケースについて記事を出す場合にその記事を裏付けるものとして記事と一緒に出すということは、まあ、あ,り得るあり得るし現にアシアジ J やってますけれども、うん、あの文書そのものパナマ文書にあるさまざまな資料とか、えー、文書とかそういうのを丸ごとすべて、えー、何の区別もせず一律に公開するということはしないと。 いうふうにそれは明確にしています。うん、なるほど。今回はそのパナマペーバーズにその載っているその企業や個人名なんですけれども、どういった国の名前というのが多く出ているんでしょうか。中国ですね。中国。はい。うん、圧倒的に中国が多いです。中国、香港、台湾。はい。それはあのモサック本世家というその法律事務所がまあ中国に対して。 まあ営業をたくさんしているということの表れでもあるんだろうと思いますし、モ、うん、サク・ホンセカは中国に7、8箇所の事務所を持っていますので、日本には一つもないですけれども、<ー>全世界で40箇所ぐらい事務所があるようですけれども、その中で中国が7、8箇所もあるというのは結構、モサク・ホンセカとしては相当重点を置いて、うん、中国のお客さんの開拓をしているということはあるだろうと思います。 タックスヘイブンを使うということを熱心にやってきているというのも厳然たる事実だと思います。うんなるほど。そうした中で、あの具体的に例えば、あの法人レベル、個人レベルとか、いろいろなあのー。ケースがあると思うんですけれども、あの奥村さんが気になったケース奥山です。奥山さんが気になったケースの中で、特にこんなケースがあったというものをちょっと紹介していただいてもいいですか。その中え、中国の関係でっていう。中国だけじゃなくてもいいですよ。あのー、例えば、日本のある。 会社があってで中国に進出するとで中国に進出して中国の一般消費者を相手にビジネスをやろうということを考えました、はい、でその時にただ日本企業だということが中国の人たちに一般の人たちに知れたときに、うん、どんなその反応があるのか読めないと日中の関係が非常に悪くなったときに、えー、かつてあったように日本企業を相手 まあ狙ってその石を投げたりとかデモ行進が行われたりとかそういうことを恐れてそれじゃあ日本企業だということを伏せて中国に進出しようとそのためにタックスヘイブンに会社を作ってタックスヘイブンの会社の何て言いますかを事業主体にして名義,にを名義を使って中国にお店を開くということをやろうというふうに考えた。 会社が日本,か日本の会社があって、うん、そのために会社が実際に、タクセーブに設立されていて、その資料がパナマ文書に載っています、<ー>で私ども、その日本の会社に、これ、どういきさつでこの会社、タクセーブに作ったんですかというふうに問い合わせたところ、えー、まあそういう目的で作ったんだけれども、最終的にはその会社自体は結構使えませんでしたというご回答でしたけれども。なるほど 津村さんはあの今回のケースの中で特に、はい、あの具体的なケースとして気になったケースであるとか、はい、象徴的なものはどういったものだったとう感じになかそうですねあの私、まああの、先ほども中東に赴任してたこともありまして、はい、今回その、シリアのアサド政権の,、まあ、あの政権軍の,あの軍用機にあの燃料を供給しているう企業。 があのタック成分を利用していたということが分かって、これ、実際、そのタック成分を使って何をしてたかというところまでは、今回の,その書類からは分からなかったんですけれど、えー、まあそういうまあシリア、まあアサド政権軍というのは、まあ、反、あ、対、のー、制派を標的にしたりして、まあ、 空爆を繰り返している、まああの、多数の市民があの犠牲になっているというような、うんまあ、そういう戦闘機に、まあ、燃料を供給しているような企業も使っているというので、まあ、その部分、まあその、具体的に何をしているか分からないんですけどそういった、あのー、集団みたいなものも、タク・セーブンと関わりがあるのかというのは、ちょっと印象に残りました、ねはい、それは目的としてはどういった、目的はちょっと分からないですね。今回そういうい企業 にあの直接取材するということはあの今回できなかったので結局、闇の中というかあの不明なままではあるんですけれど,なるほど、まあ、例えば責任を回避するためなのか、まあ、租税回避なのかそれぞれぞなはい、はい、ちょっといろんなことは想像はできると思うんですけれがはっきりしたことは言えないというこういったタックスイブンでその会社を作るといったときに実際にの元の文書を読んだりすると、はい、あの経営などもこうやり取りの中で見えてくるわけですよね。 ただ、やはり今回、モサック・フォンセカという法律事務所、あの基本的にはあのタックスヘイブンに法人を作るのを請け負う会社というので、まあ、先ほど奥山さんがおっしゃったような、設立するときの申請書であったりとか、契約書とか、まあ、そういうものは出てくるので、まあ、いついつどこで法人を作ったとか。 うん、株主は誰だということはまあ基本的には全部わかるんですけれど、えー、その法人を使って何をしようとしてたかというところまであの詳細な記録があるものはあどちらかというとそんなに多くはなかったというのが印象です、うんうん、これ一般論でもあの結構なんですけれども、はい、それいタックセ、はいまあ、ーブに企業を作るということの、はいまあ、バリエーションというか、はい、目的にはどういったパターンというのがあるんでしょうかそうですね。えっとまあ、あのもちろんその あの財産隠しとか、まああの、租税回避を目的としたものもあるでしょうし、えーまあ、あとはその犯罪性のは、まあ、犯罪収益であったりとか、まあ、あのテロ資金、テロ組織があ使っているというようなケースもあるでしょうし、えー、ちょっとそのあの興味深かったというかあの、これも財産隠しの一種にはなると思うんですけど、ロシアの大富豪の首相がです、ね、あの離婚協議をしていて、 まあ、あの奥さんに払う慰謝、まあ、料というか、あのお金を、まあ、減らそうとしたんだと思うんですけれど、うん、そのために財産を隠すためにタックスイ見を使って<ー>、まあ、自分が所有している、まあ、ゴッホとかあのモネとかの高額、まあの絵画を移動させたりしていたというケースもあって、うんまあ、それが構想したかどうかっていうのははっきりしないんですけど、実際、そのロシアの裁判所で、あの一審では、えー、45億ドル あの支払いを命じられて4,900億円ぐらい。 一審ではその奥さんに支払うようにって命じられてたのが、えー、え結局、最終的にはあ控訴審では6億ドルに減額されたというようなケースもありまして日本のときの資産,隠しうう資産隠しをする人もいるんだという層の中にはとということも分かりましたそうしたそのタックスヘイブンを利用したさまざまな企業などが明らかにされたわけですけれども。はい 奥山さん、今回の,その公開の影響というのも世界中でいろいろ出てるみたいですね、はい、あの最初に一番大きなそのハイプロフィールなそのあこの,あのパナマ文書の報道の反響としてはアイスランドの首相が辞任に追い込まれたという出来事がありました。うん、アイイススランンドの首相はタクスヘイブンに 会社タクセー部にある会社のウィントリスという会社の株主になっていました、はいえー、国会議員は自分の資産を公開する義務が日本でもそうですけれども、はい、アイスランドでもあるそうです、はい、ところが彼はその会社の株主であるということを公開していなかったと、まあ、隠していたというふうに国民は受け取るのも当然だろうと思いますけれども、はい、しかもそのウィントリスという会社はアイスランドので破綻した銀行の 株を大量に持っていたとでその破綻した銀行の破綻処理に政府は関わりますのでそうするとアイスランドのその首相というのは一方でその銀行に対して自分が。 債権者の立場で関わっていて一方でその首相としてその銀行の破綻症に関わっていると、はい、でしかも、そのことをちゃんとそういうことがあるということを国民に対してお知らせか公開していなかったとでそのことがまあ決定的な理由となって彼は辞任に追い込まれるという出来事がありりましたなるほどやっぱりそういったあの問題がこう発覚するとあの例えばこれが法に触れるかどうかアイスランドではこれは法には触れるわけですか その国会議員は資産を公開しなければいけないという法律に触れるのかどうなのか、それについては、いろいろな議論があるようです、彼自身はあの法には触れないという主張をしているようです。なるほど ただ、法に触れるかどうかとはまた別の水準で、やっぱりそれは政治家としての倫理性、はい、あの透明性というのに欠けるじゃないかということで、はい、辞任まで至ったということになるわけですねそれからイギリスの方でも議論が大きく盛り上がっていましたよねイギリスのキャメロン首相の亡くなったお父さんが、タックスヘイブンにファンドを持っていて、はい、でそこでまあ財産を運用して利益を得ていたと。 ひいては、まあ、お父さんの財産を相続したキャメロン首相自身も結局、タックスヘイブンで利益を得ていたじゃないかというふうに彼はまあ批判されましたこれについても彼は最初はプライベートなことだとか、まあ、そんなようなちょっともしかしたら不正確かもしれませんけれどもそういうふうなことを言って、えー、説明を拒否しましたそのことが国民の怒りに逆に火を注あ油を注いで えー、最終的に彼はそれについては説明せざるを得なくなりましたしそれに対する批判というのは今もや,んやまないと。 いいう状況になっています,そうです、ね、キャメロン首相が国会の,北海の、まあ、議会の場で私は父親を尊敬しているんだ、それだけだという,ようなことをこうアピールして、でもそれの部員がやまなくてとか、そうした場面が繰り返し、まあ、報道機関などに取り入れられたりした、はい、まあそれだけ世界各国にまあ波紋が広がっているということだと思いますが、はい、私、最も印象的だったのは、アメリカのオバマ大統領が、 このあのパナマ文書の報道が始まった翌々日だったと思うんですけれども、はい、ホワイトハウスの記者会見場にまあ現れて、そしてあのこの租税回避の問題についてあの触れました、うん、パナマからの文書の報道にも触れました、はい、でこれ、これ非常に重要な問題をパナマ文書の報道というのは思い起こさせてくれたとで、アメリカでもそれほど報じられてはいないけれども、同じようなことをやっている連中はたくさんいるんだと。えー、その多くは 適法だと合法だとと合法法には違反しないと、うん、そのことこそが問題なんだと、これが合法的に行われていることこそが問題なんだと、うん、弁護士や会計士をお金に払って、そういう優秀な弁護士を雇って、でいろんな法律の網の目をかいくぐるといいますか、えー、抜け道を探すことによって、適法に租税を回避する、あるいは自分の正体を隠すということが、はいはい、適法に、 法律に触れることなく行われていると、そのことこそが問題なんだと、うん、そういう法制度が問題なんだというふうふにオバマ大統領は言いました、はいで、その犠牲者は誰なのかというと、オバマ大統領曰く、緑クラスの一般の人たちなんだと、うんあの、大企業やお金持ちがそういうことをして、税金をあの回避している、はい、そのしあわ寄せ、その回避された分の税金は結局はどこかで、まあ 帳尻合わせなきゃいけないと、その帳尻を合わせるときに、その負担を最もさせられるのは。中流階級の一般の人たちなんだというふうにオバマ大統領は言って、制度改正を呼びかけました。なるほど。これはとても印象的な場面だったなと思いますね。うんうん、オバマ大統領。まあかっこいいことをいう。 人ななんだなと改めて思いましたなるほど、まあ、自らがそれで白であるという自信がなければなかなかできない発言ではありますの同時にやっぱり今、重要だと思ったのは、まあ、お金持ち向けの裏技のようなものが今の法整備にはさまざまな国で残されてしまっているそれがタック成分がその象徴なんだそうしたことを変えなくてはいけないという話にまあ結びつけていったこうしたようなことがまあ各国でもより盛り上がっていくということが必要になってくるわけですよね。はい 村さんはあの世界の報道の反応で、あるその影響で、これは重要だなと感じた動きというのは、やっぱり今、奥山さんがおっしゃったように、あのーまあ、各国、アイスランドの首相は辞任したのもまあ象徴的、えー、だったと思いますし、まさにそのオバマ大統領が本当に言った、はいあのー、合法だからこそ問題なんだというところは、私も非常に印象に残りました。うん そうした問題はやっぱりあのいろいろとこれからも議論が必要だと思うんですけど、はい、今回、中国が多くてアメリカというのはあまり数としては、うん、乗っている数としては少なかったですかははこれはちょっとまあ推測にもなるんですけど、まあ、アメリカ自体にもまあタックスヘイブンがあると。 ということと、まあ、この,あのモサック・フォンセカという法律事務所が、今回流出した、あの流出というか、明らかになった文書というのが、モサック・フォンセカ一社一法律事務所のまあ文書だったわけで、まあ、その中では少なかった、これは日本に関しても言えることかもしれないんですけれど、ええ、えそれだけをもって、ああアメリカの人が、ねうん、ええ、あのタクセ成を使ってないとか、日本の人がタクセ文を利用してないということは、一概には言え うん、ないいと思いますあくまでもれたのは一部だということだと、はい、モサック・フォンセカ自体がアメリカを避けていったとアメリカのお客さんは基本的になくすという方針で運営していたということが大きいと思います。と言いますのはいいすアメリカの,その司法省あるいは連邦捜査局あのデパートメント・ジャスティスとか FBI は非常に国際捜査に積極的です。はい 普通は他国の領域に入っていって捜査をするということはなかなか躊躇するんですけれども、普通の国ですと、アメリカはその点、非常にまあ積極的にあの国際的な捜査をやります、うん、で実際、モサック・ホンセカのネバダ州にあの,あの,あのアメリカの代表者というのがいたんですけれども、えー、彼のところにまあ十数年前に FBI が、えー、書類を提出せよと。もし従わなないのならば 強制捜査をするぞととといいうふううふに言ってきたということがあったそうですはい、はい、それを、まあ、いわば模索本世界の側ではいわばもう脅迫、これはアメリカで営業していると、それこそアメリカの当局からどんな無理難題を突きつけられて、自分たちの大切なお客さんの資料をアメリカ当局に押収され、うんうん、差し押されるか分かったものではないということで、うんうん、アメリカ国内では。 できるだけアメリカ国内の人には関わらないようにしようというふうに考えたというふうな文書がパナソ文書の中にその時のその文書のメールのやり取りなんかを見るとそのもうネ,バダネバダにある死者モーサック・ホンセカという名前のついた死者なんですけれど、はい、もうその死者とあのモーサック・ホンセカ本社は全く関係がないんだということをあのあの当局の方に説明をしている裏でメールのやり取りを見ると、はい えー、そのネ,ネバダの支者から書類を全部、顧客情報の書類を全部、本社の方に持って来<ー>いというような指示を出したり、あるものあの社員の人が、えー、ネバダに飛んで、すべ、はいえー、てきれいに片付けましたという報告を上げているような、うん、あ要するにまあ証拠隠滅をちょっと伺かがわせるようなあーメールのやり取りなんかも残っていたということですうなるほど、それだけやっぱりその捜査の手が入ろうとすると、やっぱり事務所の側も、はい、そういったところから手を引くということになってんで こういう,うオフシャー法人とか、タック成分をで法人を設立する法律事務所ですから、そのでまあ、あの顧客の人たちはなぜタック成分を使うのかといったら、えー、自分の名前が表に出ないというのが一つの大きな特徴なわけですから、えー、その顧客情報を守ろうとするというのは、意識は非常に強い。 え事務所になるんだと思います。うそうですね。そうした中で今回やっぱり注目しなくてはいけないのが日本に関わるものなんですけど、はい、あの全体の中で日本に関わるものは今回はまあ数としてはどれぐらいの規模になるんですか。はいまあ、えっとその先ほど奥山さんがおっしゃったように、はい、え日本に、えー、日本人であるとか日本に住んでいるまあ外国の方。 とか日本の企業とかそういうものはまあ重複するものもあるんですけどまあ400ぐらいに上るというのでまあ、うん。 これはまあ確かに全体の数からするとあの少ないとは言えるかと思うんですが、えー、まあ繰り返しになりますけどそれだけをもって日本の企業とか個人がはい、はい、あタックシーを全然使ってないんだというふうに言えないとは思います具体的に。全体ということで申し上げると、はい、全体がまあ37万ぐらいのまあいろんな名前があるんですけれどもそのうちの日本は400。 香港が5万とか、はい、中国が3万とか、スイスが4万とかというのに比べると、日本はもう桁違いに少ない、うん、ということは間違いないと言えることだと思いますただ、たまたまこういった法律事務所を使っていなかったという可能性も考える必要があるんですね。ご存知の通り、日本はケーマン諸島、あのタクスヘイブンで有名なケーマン諸島というのがあるんですけれども、はい、同じあのブリティッシュ・バージン・アイランド、英領バージン諸島と同じように、カリブ海。 にある島,国島の,あのイギリス領の地域なんですけれども、えー、日本からは、ケイマン諸島にたくさん、えー、投資しています、ーケイマン諸島については、模索本世界は全く扱っていないようですので、模索、うん、本セカの中に日本関係が少ないというのは、まあ、そういったところにも理由があるのかなというふうに思ってますなるほど日本の企業で、今回のパナマ文書に載っている企業としては、どういった企業があるんでしょうか。 えっと、そうですね私どもがすでに報道したものでいうと、あの大手あの警備の,あのセコム、そうですね、はい、セコムの、えー、創業者の方の名前であるとか、はいえー、あとまあ飲料、コーヒーの,の UCC、はいえー、さんの、えーまあ、グループ代表の、えー、方であるとか。はいえー、あとは、まあ 商社、えー、のまあマルベニーさんとか伊藤忠さんとか、はい、えー。まあ複数の、えー、およそまあ企業でいうとおよそ二十ぐらいになるんですかね、えー、の名前がわかりました名前というか内容がわかりました。なるほど。それぞれどういったあの使い方でこのパナ文章ではまあ明らかになってるんでしょうか。そうですねあのー。 まず例えばセコムのえ創業者の方で言うと、これ、セコムという名前が見つかってから、われわれ、先ほど岡山さんが説明されたような感じで、資料を大量にダウンロードして、これもう700ページ以上に及ぶ書類、定款であるとか、法人の定款であるとか、契約書とか証明書とかいうその英文の資料を読み込んだんですけれど、読んでいると、非常にこう複雑な仕組みを使って、 なぜ、あのー、タクセーブを利用しているのかなというのをうかがわせるようなものがありまして、整理すると、あのーまあ、創業者の方とか親族につながるう複数の法人がタクセーブに作られていたと、<ー>でその中で、まあ、あ合わせて合計で、まああのー、当時の取引価格で700億円ぐらいに、はいえー、上るまあ大量のあセコム株というのが、まあ、タクセーブを通して管理されていたと。 ということが分かりましたこの書類の中にはです、ね、あのモサック・フォンセカ側の説明とかあのいろんなものも含まれているんですけれどその書類の中にはその創業者の方が亡くなった後に備えてですね、えーえー、セコム株を親族の方たちに取り分けておく。 ことが目的であるというようなことも書かれていました。えー、で、まああのー、セコムコーポレット広報部の方にえ我々もあの取材をしまして、えー、話を聞いて、まああのセコムさんの説明では、まあ税務当局にはあの詳細な情報開示を行っていますと。えー、で、まあ適正な税金を納めていて、まあ課税をの 脱がれるための目的ではないということをおっしゃってはいたんですけれども、うん、あの今分かったような仕組みをもって、複数のまあ専門家の,あの方に我々も話を聞いたんですけど、はい、その話によると、この仕組みを使って、えー、まあ親族の方へのまあ相続税であるとか、贈与税というのがまあかなり圧縮できる、まあ、可能性があるというようなお話も聞 きましただ、まあ、合法だけれども、えー、しかしながらそういった。えーえー 方法でまあ、そういう効果があるんじゃないかという指摘をする専門家もいたというので、これはあの印象に残ったケースでした、はい、なるほどあの、津村さんも奥山さんも、どちらもやっぱり実際にそういったパナマ文書に載っているものは、まあ、いろいろ文書を調べた後で、はい、当時にこう当てるわけですよね、あの当てた時の反応というのは、津村さん、どういう反応されるんですか。 そうですね、やっぱりあの多くの人にまあ取材をしたんですけど、まあ、そういう企業とかに限らず、個人の方なんかにも、えー、取材をしたんですけれど、えー、やっぱり、あのまあ、先ほど岡山さんもおっしゃってたように、えー、別に全く知らないとか、そんな。 あの聞いいいいたことともないという反応の方はいなかったと、まあ、確かに、ザックス・ヘイブンに法人は作ってますとか株主になっていますと、えー、ただし、租税回避が目的ではないとかえまたはあ今はもうあの税制なんかの対策も取られてえ例えば、タックシー部にお金を送ろうと思ってもえ当局に把握されるのであの意味はないんですと私はそんな得はしていませんというような説明をする人も いたんですけれどうん、うん、中にはまあ取材を重ねてい、えー、くとです、ねえー、実はまあ建前はそうなっているんだけれど海外にお金を送るというのは、まああのー、裏の手口なんかを使えばできることなんだというようなことを打ち明けてく、えー、る人もいました奥山さんの方はいかかがですか例えばそのパナマ文書の中にある書類の中に、まあ、そのご本人のまあ署名があるんですけれども。はい ご本人曰くこれは自分の署名じゃないと偽造された署名だというふうにあの言っている人がいました、それでただ、彼が全く心当たりがないわけではなくてその会社の,まあその関係者の中で彼自身がかつてビジネスパートナーとして一緒に仕事をしたことがある人がいて。その 勝手に署名を偽造されて勝手にタクシー部に会社を作られていたという人でその彼のかつての,そのビジネスパートナーという人はその会社の、ま、名前を使って、えー、別の営業をしているということで、えー、その偽造された人の、えー、監督官庁というのがありまして、えー、その監督官庁から呼び出されて あなたの会社と似たような,なんて言いますか名前を使って営業しているものがいるけれども関係あるのかということを問い出されたということがあったと、はい、で慌てて、えー、内容証明郵便でそういうことをやめてくださいということを申し入れたりとかそういうことが最近あったという話をしていました。そういうふういふに 勝手に名義を悪用されて、タクシー部に会社を作って、そしてその名義をうまく使って、えー、商売をしていくというふうなことっていうのは、まあ 現実に行われているのかなという印象を持ちましたうんそういったケースもあるということですね、はい、つまり乗っている人が全部何か例えば法律、えーまあ、的にはグレーだとしてもうん、うん、何かこう倫理的に黒というわけではなくて乗っている裏を追ってみるとあの巻き込まれた方の人も中にはいるんじゃないか、はい、ということになるわけですね、はい、うんそうした中で岡山さんは特にどういった方を中心に取材を進めていらっしゃいますか今は あのいくつかまだあの取材しきれていない人がいます、あのはい、例えば海外出張中で今、日本にいないということで、うん、まだ取材できていない人がいます、そういう人は日本に戻ってきたら、まあ、もう取材を申し込んでみようというふうふに思っています、うん。なるほど 津村さんは力を入れている,、ねまあ、るというか、えー、もう一つまあ印象に残ったケースでいうと、あのー、兵庫県に住んでいる男性のう人が宅水分を使っているというのが、はい、あ分かったんですが、それを調べていくと、ですねその人はあのーまあ、出資金詐欺、えーまあ、要するにあのお金が儲かるから出資しないかと呼びかけて、はい、結局お金を返さないというような詐欺を。 まあ繰り返していたというふうに訴えられた民事で、民事の裁判で何件も訴え起こされて、損害賠償訴訟を起こされているという人がいて、その人はまあ裁判にもまあほとんど出席せずに、賠償命令を受けるんですけれど、支払いは全くしてないと、ただ、裁判の記録を見ると、合わせてまあ3億4億四千万ぐらいのお金を。 えー、方法で集めてたという人がいまして、はいうん、この人にまあ話を聞きに行った時に、えーまああに、のー、この人自身はあタックスヘイブンを、そういう自分のお金を隠す目的ではあ使ってるわけではないんだというふうには。 言っていましたけどその一方でまあそういう例えばマルチ商法であったりとか、はい、まあオレオレ詐欺であったりとか、まあ、アダルト動画業者とかそういう、まあ、ビジネスというのか。あのはい あれなんですけれどまあ、はい、そ,そういう人たちはみんなあのタックシーを使っているんだよというような話もしていまして、うんえー、やっぱりそういう、まあ、犯罪に絡むうようなあ使い方もあるのかというのが。 えー、分かってきました、はい、それはやっぱりその同業者の間でそういった手段があるんその情報<が>あ交換というのは非常に頻繁に行っていると、<ー>で作るならどこがいいか、えー、どこが使い勝手がいいのかということも話し合うとで、えー、どこどこはちょっと作りにくいとか、うん、どこだったらもういくらぐらいでできるし、年間の法人の、宅成分法人の維持費もこれぐらいだというようなやり取りもしている。えー うそうです。なるほど。はい、じゃタックセイブの他のリストなんかと比べながら、はい、じゃあ今回は、まあ、パナンペーパーが出た、あのはい、このモサクフォンセカにしようとか、はい、そうしたやりとりの中で、はい、選ばれていくわけなんですね。そういうことだと思います。そうした中で、じゃこの中身について。